おでんや鍋などの温かな料理にぴったりの大根。秋から冬にかけて旬を迎え、寒い時期に出回るものはみずみずしく甘みが強いのが特徴です。今回は美味しい冬大根の選び方をご紹介します。1本丸ごと買う場合はスラッとスマートで重いものを選びましょう。曲がったり太くてずんぐりしているのよりキメが細かいと言われています。スラッとしているのは柔らかい土ですくすくと育ち、地中深くまで根を伸ばしている証拠です。さらに見た目よりずっしりと重いと感じるものを選びます。重く感じるのは水分がそれだけ多いので美味しさも抜群です。また大根の葉も見分けるポイントになります。葉がついて短く切られている大根であれば葉の切り口を見てください。葉の芯の部分が白っぽくなっているものは実も水分も少なくて硬いことが多いので芯まで緑のものを選びましょう。水分が多いものは肌がしっとりとしていて表面もデコボコがなくスベスベしています。またひげ根があまり目立たず、なるべく間隔が広く縦一列に並んでいるものを選ぶようにしましょう。こういう大根はみずみずしいです。カットされた大根の場合、切り口を見て判断することができます。白く放射線状に筋が入っているものは避けて、真っ白で繊維が目立たないものを選びましょう。これらのポイントに気をつければ美味しい大根を選ぶことができます。美味しい大根をしっかりと見分けて冬のごちそうを味わいましょう。今回ご紹介したトピックスはお天気アプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルから詳しくご確認できます。ぜひご覧ください。